はい、11月1日やっと月が変わりました。これでまた丸えもんが使えるっていうことでね。でもうね、あの課金ボタンちょっと押してきたんで、こっちの G ゴールド限定11連で星4が1体以上確定の方をね、ちょっと引きたいと思います。いやー、もうこれは絶対欲しいな。格闘はまあ いっぱいいるんだけども、やっぱりね、この機体ですよね。機体ね、これかっこいいっすよね。もうこれ引きます。早速今回もサクッと、何も小ネタもなしでサクッと引きます。いきます。よいしょ。よっしゃー。まあ2機以上は来てほしいですけどね。1体は確定なんで、この辺で1体来て。うわー、ちょっと 8% がちょっとなんか嘘っぽい、なんか。あー、1体かー。せっかく G ゴールド限定引いたのに、何が来るかなー。この赤いのじゃない。うわー、やっぱダメかー。はい、リオアズナブル復活ということでね。昨日ね、昨日というか、まあ、今日の0時に、まあ、月が変わったんでね、丸えもんで課金ボタン押せたんですよ。ほんで、一回引いて、さっきですね、さっきというか、この前の今の動画で一回引いて、で、3時になったんで、15時になったんでね、また1回限定ガシャが引けるっていうことで、また課金ボタン使いました。復活です。これでね、ほんと泣いても笑っても最後の11連なんで、これで引ければ、まあね、シャアの方もキャラガシャの方もちょっと狙いたいとは思うんですけどね。やっぱり難しいですね。じゃあ22連目いきます。いや、出るかな、出るかな。匠、こうやってね、これ柔道のあの池谷先輩の方ね。柔道はちょっとね、叫びすぎててね、真似できません。あ、やった、やった、3体やった。ちょっといいんじゃない、神引きまでいかなくてもちょっといいんじゃないけど、3体って。まあ、4、5体とか出てる人いますけどね。あ、よかった、これ、ほんと1体でも入っててくれたらもういいな。でも絶対3体ナイチンゲールとかあるね。ナイチンゲールね。お、やった、来た。1体目。お、ジオ。お、わー、3体。まあ、これ、トルギスかー。トルギス。また防御ばっかだな、最近。あ、でも、やった、来た。ナイチンゲール。やりました。やりました、ナイチンゲール。来ました。皆さん見てください、これ、ほら。皆さん、これ、やばいっすね。来ましたね。やった、ほんと、これはちょっと嬉しい。ちょっと声に出ないぐらい嬉しい。いや、さっきね、白猫も、白猫プロジェクトの方もちょっと引いたんですけどね、朝から。すごい、もう6時間ぐらいかけて貯めたジュエル500個をね、ちょっと使ったんですけど、まあ、あれの後のこれは嬉しい。やばいっすね。やったです。まあ1回限定の確定ガシャとはいえ、来てくれてすごく嬉しいです。となるとやっぱりこっちもね、欲しくなるんでね。戦いの中で導くしかない、導くしかない、やっぱり導くしかないですね。まあ次回ちょっと、まあ考えます、考えるんですけど、まあ楽しみにしててください。でチャンネル登録とかコメントもしありましたらよろしくお願いします。お疲れ様です。